ごい、もうすでにいいよ。持ちながら食うスタイル。うん。こういう時、はい。香川県別の場所では、水泳。あ、こんにちは。ちょっと奥ろ。いいですか。こちらお世話になります。もうね、企画してからね、結構時間経ちましたもんね。そうですね、まあ、いろいろね。まず、当店の鍋は大変変わっておりまして、うん、通常のジンギスカン店でお出ししているお鍋は、真ん中が山の形をして、ヘルメット状のお鍋がすごくつきやすいんですけど、その形ですと、お肉を焼いた時の油分、下に沿って流れてしまうので、ここについて溶けて煙が上がったり、大変しやすい仕様なんですね。ただ当店のお鍋は、といいましても真ん中にへこみがあるので、お肉を焼いた時っていう真ん中に集まりますから、それをお野菜で吸収するという、うちのオリジナルのお鍋です。素晴らしいですね。あとはお出ししているお肉なんですけど、当店は当日のお肉を一度も冷凍せずにご案内ご提案しておりまして、チルドですか。そうですね、当日のお肉で、はい、フードで確立しておりまして、はい、なので、当日のお肉で新鮮ですから、一口目は岩塩で召し上がります。うわー、失礼します。マジで？うまいですよ。すっごい、もうすでにいい音してきてるね。先ほど申し上げたように、当店でお出ししているお肉は、当日のお肉を一度も冷凍せずにご案内しておりますので、鮮度といたしましては、実は今、私がひっくり返したタイミングで食べられるお肉でございます。はい、なんですけど、どうしても今ってレバ刺しや食中毒の問題がございますから、本来私どもお店側からも生で食べて大丈夫ですよというお伝えの仕方では難しいですから、私であれば食べる頃合いですだけですよ。この方がもうないのみたいな。これがもう一瞬の現れですよね。すごいな。持ちながら食うスタイル、うん。いいなぁ、いいな、いいな。あ、これはね、谷さんの生の姿が素晴らしい。あ、これは美味しいわ。いやー、これちょっとカニテレビでこれは贅沢ですよ。いただきます。やわらか。やわらかいですね、うまいっすよね、これ。うん、本当に臭みがないっていう。わ、本当だ、全然ないですね。これはうまいわ。これ食べ放題クオリティとは思えないですよね。これ最高だ。うわ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 、ちょっとテンション上がってきた。嬉しいな。うん、うまい。これオーストラリア。はい、そうです。こんな癖のないオーストラリア産もなかなかないですよ。直送で作るよ。はい、そうです。そういったルートを確立してます。そして真ん中のお野菜なんですが、もやしの下にはネギと玉ねぎとじゃがいもが敷いてあります。真ん中に集まりました肉汁や肉の旨味はこちらで蓋をした状態でございます。もう少しお待ちいただいた方が、もっとお野菜の肉汁を吸いまして、しんなりとしまして、その頃が一番美味しい頃合いですね。店員さんの説明がすごい丁寧。丁寧ですよね。谷さん、美味しい場所知ってますわ。毎日飲んでますか？僕、実は週に2回ぐらい、ね、うん、飲んでます。ほとんど家では飲まないですね。じゃあ外で飲む。外で飲むのが好きなんです。それをじゃあちょっと動画に収めて、そうです、そうです、そうです、皆さんにいい美味しいお店を知らせしてみたい。動画やる前からいろんなお店
もうはしごするのが好きだったので、うんうん、それいっそ動画にしてしたらって友達に言われて、そんな世界があるんだって、うん、なるほど、それで始めたんです、はい、そうです、足していくの、そして泉に油を供給することですね。ああ、なるほど、遠慮することないですよ、まずなら食べ放題だからこれはね、いいわ楽しい楽しい。うまみっぽい感じ、こんなキムチあるんだ、うまいっすね、美味しい美味しい、うまいっすね。谷さんのね、飲みっぷりいつもやっぱり、ほら、なんかね、お腹痛いな、中野さんだったら私結果しないで、一緒に、なんかね、ちょっと動画、画像止めてたんですけど、ね、なんか和んじゃって喋る、ね、飲み仲間に最適みたいな。カメラもう、これカメラを切って30分以上 YouTube の話してます。めっちゃ面白かった。いや、ね、今喋ってた記録はやりたいっすね。ぜひ一度お会いしたいな。お会いしたい。何でしたっけ、今日本酒の名前を思い出せなかった。安曇野っていうね、愛知県のお酒があって、店長さんが本当はエイジさんって方で、この店長なんですけど、そのエイジさんがすごい気に入ってここにこう直接入れてる日本酒があって、うん、本来は多分飲み放題で出すにはちょっと具合が高い日本酒なんですよ。すっきりとしてるんだけど、お肉の味邪魔しない、ちょうど食べる辛さとかが甘さもあって、すごいこれ、おー、マスが来ました。ちょっと心の線をちょっと、はい、当店でお出ししてる日本酒の安曇野ですね。信州は長野のお酒でした。安曇野そこはご愛嬌で、はい、こういう時、はい、当店別の場所ではスイーンというお名前でお売りされているんだけど、はい、こちらも失礼いたします。来るのもね、こう嬉しいところですね。俺らは帰るから、お前は色々ですよ。だから、なんでって言ったら、日本酒も美味しそうだな。4分前な、これ水のようなのがあって、ね、でもこれをライブと一緒に食べる、ちょっとこれ少し僕は味噌の方が好きで、これと合わせるなら、はい、味噌だれの方でいって、うまそう、うまそうよ。ほんのり口の中でこのラムちょっと回す、回す。酔えなくなる。わかる。どうですか？ああ、日本人。これはいけそう。うわ、うまいわ。ちょっとこってですね、味噌の。だから、味噌の味を口の中で広げて。10人いたら10人満足できないんだ。できますね。合います。合いますよね、これ。うまいっすよね。なんで日本酒？めちゃくちゃ合います。そう珍しい。だからこの安曇野は本当に、はい、すごい、心の中ですごい合うと思います。うん、確かにこれね、目が強いと多分これはない。もっと多分下行くと日本酒してもらうと思った。まあ、よかったな。いやー、食いました。いやー、谷さんのおすすめのエイジンさん最高でしたね。お酒も美味しくて、ただね、2軒目あるということなんで、谷さんおすすめの2軒目行ってきたいと思います。ごちそうさまでした。